はい、皆さんこんにちは、サルです。今回もご視聴いただきありがとうございます。キャンドゥさんからですね、とてもいいなと思うもの2点ありましたので購入してきました。レビューをさせていただきたいと思います。アイアンプレート4バーベキュー 200×145、シングルバーナーや焚き火台、バーベキューの網などに乗せて使用できますよということで、330円、ジャンコードがこちらですね。はい、説明がね書いてあります。まあ全部は読みませんが、使用方法、から焼きの手順が載ってますね。シーズニングですね。それから注意事項ですね。はい、アルコールストーブでは火力が足りず不完全燃焼を起こす恐れがありますので使用しないでくださいっていうところがちょっと目新しいですかね。はい、まああとはね、あの鉄板なのでよくある感じのことが書いてます。まあ購入された方はね、きちんと読んでからご使用ください。材質はスチール、サイズが 20×14.5×1.1cm ですね。高金属の商品となります。はい、じゃあね、早速開封してみようと思います。出てこない。あ、おお、なんだろう、なんか油紙じゃないけど、こんな紙に包まれてますね。おお、これはちょっとあの鉄のね、質感がいいかな。ちょっと手袋しますね。おお、これはねいいですね。印象としてはズバリ大きいです。ちょっと今までの鉄板と比べたいですよね、皆さん。はい、こちらですね。今まで の, あのミニサイズじゃない、鉄板ですね。ちょっと加工しちゃってますけど、まあこんな感じですね。はい、まあ見てわかる通りですね、もう全然感じが違います。これ2個分ぐらいありますもんね、という感じですよ。はい、厚みもですね、これは厚い方、セリアだったかな、確かセリアの方が少し厚いんですよね。私厚いのが好きなのでセリア買ってるんですけど、これがね2ミリちょうどぐらいなんです。でこれよりは薄いかな、見た感じ誤差はあると思うんですけど、 1.6 かな、 1.56 の厚さです。だからセリアのよりはね少し薄めですけど、まあずっしりとね、大きくて重みがあっていい感じで、両方にねこう穴があって、持つものはね入ってないので、自分でね何らかの持つところは工夫してやらないといけないかなという感じになります。あとですね、図を見るとなんかこう ST310 っぽいね、なんかのガスバーナーの上でねこれ燃やしてる、あの加熱してる感じですよね。T31 は持ってないんですけど、ちょっと今この部屋にあるスノーピークのこれバーナーですけどね、1ですね。まあ普通に全然乗りますので、まあ、当たり前ですけど、やっぱね大きいですね。これ割と大きめの、まあ今までのが今までなんでね、ちっちゃいかったんであれですけど、割と大きめのお肉の塊がそのまんま焼けそうかなという感じになります。はい、いいんじゃないですかね。あとはね、これをどうやって持つかとかね、何かしらこう持つものはねご自身で準備しないといけませんけど、おそらくそのうちねまたいろんな、ご提案がねあるんじゃないかなということで、キャンドゥで330円、こんな本格的なね鉄板が出ましたので、よかったらね是非これからね春キャンに向けて使えそうなのでご紹介してみました。続いて買ってきましたのがこちらですね。バーナーパッド 15cm×15cm、 同じくキャンドゥで330円ということです。 15cm 角なんでね、今までこのユニフレームですねのものを使ってて、これとサイズは一緒です。値段が全然違いますよね。ということで見ていきたいと思いますが、バーナーからの火を広範囲な熱に変えてクッカーの裏面の焦げ付きを軽減しますよと。
はい、まあ滑り止めとか、安定感もありますよということです。でまあジャンコードね、こちらに出てます。はい、あとね注意事項またね、書いてますので、きちんと読んでからね、使っていただきたいと思います。こちらもね、アルコールストーブでは火力が足りず不完全燃焼を起こす恐れがありますので使用しないでくださいというふうなことがね、ちょっとシールを貼って書いてますので、割とねアルストでの使用は注意をしてくださいということが重要なんですかね。そんな印象を受けます。はい、材質がステンレススチールで、メッシュが18-18ステンレス、ごめんなさい、18-8ステンレスですね。それから発売元はエコー金属さんとなってあります。330円。じゃあこちらもね開けてみましょう。いやーこれね結構使い込んでてね便利なんですよね。網目がちっちゃくて、ただね高いのでなかなかね多いソルトは買えなかったんですけど、はい、こんな感じ、今ね素手で触ってますけど、感じいいですね、割とね、割といいですね。まあエコー金属さんなんでね、本当にクオリティはね結構高いと思ってる方多いですよね。私もそう思います。うん、ちょっとねこの縁がこのユニフレームに比べたらまあ幅が狭いし華奢な感じはね、まあ、比べたら思います。まあけど比べなければね全然そんな感じはないですね。結構いいような気がします。今までキャンドゥで買ってた、私が買い置きしてるね結構気に入ってる網はこれなんです。はい、コンパクトグリル焼き網、これ丈夫なんですよね。なのでこれはよく使います。ちょうど今ね実はここにあるんですけど、この網ですね。はい、ですごく便利なんですけどね、これと全く同じ大きさになりますね。だからねこれいろんな使い方が多分できると思いますよ。かなりねこう夢の広がる商品じゃないかなと思います。こちらもね先ほどの説明だとバーナーに乗せて使うということなので、まあこういう感じでね、うん、置いてやれば結構良さそうじゃないですかね。ヘラカップがないのでね、スノーピークのこれでいきますけど、これなんだっけ、チタンソロセットのスタンレスですね。まあこんな感じでね、使えるし、これか、はい、ありました、キャンドゥのシェラカップでした、ね、こういう感じで使うといいですよね。はい、で、このねリップ&ディッシュなんかももちろん使えますので、すごいですねキャンドゥさん、結構充実してきましたね。今年はキャンドゥさん来てますね。ということでね、これもとってもいいんじゃないかなというふうに思います。はい、あえて言うとねちっちゃいの出してほしいんですけどね、できればね11センチ角のやつこれをねキャンドゥさん出してほしいなというのが個人的な思いです。12センチは結構あるんです、いろんな中華とかね、まあユニフレームもありますしね、11センチがないんです。11センチね、よかったら作ってくださいということで、今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画ねいいなと思った場合は高評価ボタン、それからチャンネル登録の方もお願いします。またね使用している状況はね後日出していきますので、楽しみにお待ちください。ご視聴いただきありがとうございました。こっちはね、こっちは何でもない。どうするかな。